スポさんとコラボの依頼が来ましたと。コラボですね。そこまで来ましたか。模型のお話でございます。よろしくお願いします。ミニ四駆してます。好き。やった。やった。ミニ四駆めっちゃ好きだった。何これ。全然違う。何これ。かっこいい。全然違うよ。ちなみにパーツだけで8900円。あっさー。おっ、無理やった。子供が太刀打ちできるわけない。せーの。ちょっとそこまで。どの辺まで？ちょっとそこまで。どの辺まで？今日はどこまで行けるかな。とりあえずやってみよう。じゃあ続いては大野さん、はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私からはザ・ヒルクライマーズシーズン2酒場家たちのトークセッションという番組を説明させていただきます、はいはい、これどういう番組かというと、はい、自転車、ロードバイク、ヒルクライム、酒場家に捧げる自転車番組待望のシーズン2ということになっているんですが、はい、ちなみにお二人は自転車で坂を上がるのお好きですか？どっちかっていうと好きではないですけど、まあでもやっぱり子供の頃は絶対に足つかずにこの坂登るみたいなのはやっぱりやってましたよね。僕はとにかく坂はもう坂多かったんですよ、すごい。はいはいはい、住んでるところはもう避けて行ってましたね。坂を押して上がってた。してた。うわ、もうそんなかっこ悪いことは僕たちはもうプライドが許さなかったから、友達登ってってんのに自分降りて押すなんてことはできない。おいすすって言ってた。え、でもこれはただのその坂道を登るんですか？この番組は山を登る番組。あ、そうなんですね。こういう坂ですね。そうですね。やっぱり坂を自転車に登るっていうのは嫌だっていうのが普通の反応だと思うんですけど、この出てくる方たちっていうのはもう自転車で坂を制覇するっていうのが大好きな人たち、ね、登りたくてしょうがない。登りたくてしょうがない。すごっ。で、そういう人たちを、まあ、愛情を込めて酒場家と呼んでます、うん、はいはいはい、一応その定義みたいのがありますので、うん、まずヒルクライムっていうのは登攀競技のことを言います。うん、山や丘陵の上り坂に設定されたコースを、うん、走る、まあ、レースなんですね。もうもちろん自分の足だけで登ってきますんで、うん、かなり過酷です。標高がどんどん高くなってきて空気も薄くなってきたりするので、もう酸素不足になったり、もう非常に大変なレースになっております。平坦な場所はほぼない。ほぼない。ずっと登り、はい。で、今回この撮影が行われた場所っていうのが乗鞍高原なんですけども、うん、長野県と岐阜県の、はい。で、ここの乗鞍では毎年この乗鞍ヒルクライムっていうレースが行われてるんですね。大会があるんですか？大会があります。ゴール地点の標高は 2720m っていうかなり高いんですけども、ね、国内では最高賞を走る大会ということで、うん、まあこれ規模からしても日本国内で行われるものとしてはかなり大きいレースで、まあ各地からこの酒場家たちの強者が集まってきまして、うん、毎年かなり激しいレースが繰り広げられるという。ちなみに素朴な疑問ですけど、登った後下らないんですか？下ります。あ、下りも行けるんですか？あ、レースは登りきって終わりなんですけど、はい、結局みんな自転車で下っていかなきゃいけなくて、そこもすごい混むらしいんですけど。でもそれもなんか一つの楽しみみたいな。そうですね。ありそうですよね。でも登る時の方が楽しいんですか？そういう人たちは多分登ってる時の方がいい顔してましたよ。ちょっと動画を見ていただくんですけど、気持ちいいって言いながら登ってます。やっとついに。そうそう、そういうの見たかった。つまりしてずーっと言葉攻めだから。イメージしかないもん。そうそう。別にありますか。そうですね。ザ・ヒルクライマーズシーズン2。あの酒場家4人衆が帰ってきた。ちょっと一回止めてもらっていいですか？ちょっと一回止めてもらっていいですか？
ちょっと待って、この人たちは酒場か中の酒場界ではすごい人たちです。レジェンドです。なるほど、ね、分かりました。それを踏まえて、あのってものすごいご存知のの感じてきたんで、ちょっと僕ごめんなさいと思っちゃったんで今。あ、確かに、はい、あ、失礼しました、はいはい、この4人がってことですもんね。そうです。じゃあ、 頭からいきます。はい、どうぞ。ザ・ヒルクライマーズシーズン2、あの酒場か4人衆が帰ってきた。ヒルクライマーの聖地ムリクラで最終決。よし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 、ここで離れるともう60分には結構厳しいかな。あ、絶景のムリクラを走りながらコース攻略法を伝授。走れ、登ってるんだ、やめろ、走れ。ギアが落ちた。ここで一回止まりましょうか。いやいや、前でやるから二人が。今日最高じゃないですか、天気最高。 VTR を見ながらのポイント解説も。この橋なんでしょうか。あ、すいません、ワインが過ぎます。最新の決戦バイクも大分析。こっちある。ほら、本当だ。そして4人のガチンコ勝負も。マジで。さらにムリクラ2連覇中の中村俊輔選手が緊急参戦。ブツ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 って言ってる。意外と一人で。人気企画乗り比べインプレッション。優しいですね。これがまたもっとマイルドだね。シッティングとダンシングの感覚が全然違いますね。この組み合わせはやっぱりしっかりしてます。めっちゃいいやろ。勾配がきつくなるとよう進むな。みんなの言うほど硬くないんじゃない。確かに面白いですね。極めつけは乗り比新王者を交えて幻の乗り比頂上決戦ファイナル開催。おい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 、年長者が引くのか。うわちょっと泳がせよ。おもろいな。何でもさラスト勝負っすね。強すぎた。おい若者よ、ついてこい。交互期待。ザ・ヒルクライマー酒場家たちのトークセッションシーズン2、完全版はファミリー劇場クラブで配信。はい、すごい。なんだろう、うん、なんていう気持ちなのかな、これ。僕だけ知らなかったかのような感覚になった。もう、もう、もうそうだ。みんなが知ってることを僕だけ知らなかったみたいな、置いてかれた感じがあったね。すごい。大抵知んないと思います。だけど、その、ヒルクライム界っていうのはもうちゃんとその趣味とかでありまして、みんなにしてこのレースにはもう全国から何千人って集まってきちゃうぐらいですから、確実にファンはいると思います。そうですよ。とにかく坂を上がるのがもう大好きって感じで。まあ、だってもうそういう意味では登山もそういうことがそうですよね。まあそうですね。車輪があるかないかって感じで、まあそのやっぱりちょっと苦しいのがいいんですかね。そうですね。あんま知らないですよ、ね。違ってきたの。で番組作ってらっしゃるんですね。違ってきた。いや私も違ってきた。じゃないですかねとか、そうなんですかねとか、あんま知らないですよね。違ってきた。汗かきました。すいません。僕が自分実際にやるとなるとちょっと。正直全然乗り切ってないんですけど番組を見るってことに関してはちょっと見てみたいなと思う。なんならもう上から下るだけやってみたいってこと。あ、それはやってみたい。この方だ、あれどちらかあ、でもそういう意味では俺あれやったことあります。マウンテンバイクでダウンヒルをやったことあります。あ、でもそれグーでしょ。グーだけど別にこの長い長い下り坂をでしょ。おー、あったなそれ。こやつや、こやつ。ただ僕その登るとか何よりも僕普通に自転車って乗ってたじゃないですか、うん、ね、名古屋、僕ら愛知県出身なんで、はい、蹴ったって言うんですけど、ね、自転車のことを何気なく友達がお前蹴った似合わんなってそれがめちゃくちゃトラウマでえ、似合ってないのって似合ってるとか似合ってないとかじゃなかったから確かに似合ってないんだ。確かに一度も見たことないわ。だからちょっとトラウマなのよ、うん、蹴った持ってるちょっともうなんかトラウマなんですよ。俺蹴った似合わねえんだって思ってたんだね。じゃあそう、え、似合わないのって本当にもうすごいな。いろんな方がいらっしゃるなと思いました。私すごい他人事なんですよ。距離がある。一緒にこれを愛していくっていうことじゃないですか。この辺まで一回樹海を登っていくっていう番組作ってます。樹海を登っていきながら横にミニオンが走って。あ、いいですね、いいですね。あ、それいいですね。それイメージしやすい、ね、今のところ3つまだありますよ。
そうだね、まだあるんだ。こっからまだ。はいはいはい。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。私がプレゼンさせていただくのは声優の番組。あ、ありがとうございます。今までのさんしか分からん。筋肉マン。めちゃめちゃ聞いてます。名前は知ってる。その横もめちゃめちゃ聞いてます。誰ですかその人は。千葉茂さん。千葉茂さんは誰ですか。一同でいます。一同ね。そうそう。すごっ。俺らで言うところの。田中真由美さんはワンピース。クリリン、クリリン。あ、クリリン？クリリンめっちゃ好き。クリリン。